こんにちは、バウンシー編集部です。今日はオートパイロットで有名なテスラにお邪魔しています。オートパイロット機能を搭載したモデル X を用意してもらって、オートパイロット機能は高速道路でしか使えないということで、高速道路に乗って御殿場まで行きたいと思います。すごい楽しみです。オートパイロット機能をオンにします。下のレバーを2回手前に引く。うわ、なんかめっちゃ、なんやろ、気持ち悪い。勝手に動いてる。え、なんかすごいな。足触ってないです。なんか運転席に座ってるのに人の車に乗ってるような感じ。すでに信頼してる感じはあります。変にこう急接近したりとかもないし、ちゃんと安定した走行でずっと前との車間距離もちゃんと取って走ってくれてる。慣れてくると結構安心感があると思います。すげえ。今日はテスラのモデル X に乗って御殿場までやってきました。独特な魅力を存分に味わわせていただきました。完全な自動運転車っていうのもこれから出てくると思うんですけど、テスラの場合はアップデートでこの車がそのまま使えるようになってます。自動運転車の機能が搭載されるのをすごい楽しみにしてます。以上、バウンシーでした。